らっしゃいます。歩道は開けていただくようにご協力お願いします。自分の子供が放射線浴びたらどうなんだよ。皆様の要求があるということは、副大臣もよく承知しておりますが、スケジュールのですね、指導がつかなかったというふうに聞いております。私たちは自分たちの子供を放射能から守りたい、ただただその一心で集まった福島の親たちをはじめとする市民団体です。年間20ミリシーベルトの基準は、いわゆる安全基準として一人歩きし、私たちの愛しい子供たちは部活や体育などで校庭グラウンドへと駆り出されています。校庭には毎時数十から数百マイクロシーベルトという恐ろしいほどの放射線を放つ場所が何の管理もされずに放置されています。校舎内の放射能汚染は日に日に進み、子どもたちは毎日毎日学校で被爆させられています。全国全世界から福島に集まっている関係者は皆線量計で被爆を管理しながら働き、その傍らで子どもたちは無防備のまま生活しています。このような異常な状態を作り出したのは、大臣議長が出した子ども20ミリシーベルト基準によるのです。私たちの我慢ももう限界です。のんびりとモニタリングをしている時ではありません。高木大臣、以下の被爆提言策を直ちに行うことを決断してください。もう5ミリも浴びてるのに避難させてくれないんですよ。国がね、20ミリでもいいっていうことを言うからそのままいるんです。福島だって3ミリ浴びてるぞ。もうそうです。だから学校があるからもう子供たち逃げられないんです。子供を守るための手段を取ってくれって言ってんだよ。避難が必要だったら、疎開が必要だったら、もう直ちにやってくれって。年間ですと 0.35 ミリシーベルトぐらいしかないんです。学校の部分はただし学校以外の部分があるので、今すぐ見直すかどうかその答えをお願いします。そばなどで走り回ってるんですが、それでも安心だとその子供たちに言えますかっていう話ですよ。言えますか、本当に答えてください。今の段階であればですね、要するに 3.8 マイクロ以上であれば気をつけるべきだと思いますけれども、健康上問題があると考えられるのは100ミリシーベルトを超えると問題が生じると言われていますので、今お前言ったな、100ミリシーベルトってな、言ったな。100ミリシーベルトより小さな被爆ではですね、例えば何かがんなどの増加を認められていないというのが現在の科学的な。何だって、もう一回聞くよ。1ミリシーベルトを年間浴びるというのはどういうことなのかと。シーベルトというのは人体に対する影響ですから、1ミリシーベルトというのは人間の体というのは60億個の細胞でできていると。1ミリシーベルトというのは年間その60億個の細胞の全ての細胞に放射線が1回突き刺さることを1ミリシーベルトというんだと。ということは20ミリシーベルトというのは60億個の細胞、全ての細胞に年間20回放射線が突き刺さることを20ミリシーベルトと言うんですよ、ということを崎山先生から教えていただきました。それがミリシーベルトの定義なんですよ。それ知ってました？知らなかったでしょう。知らなかったでしょう。そんな恐ろしいことをよくお決めになられますね。今文部科学省がやってるのは法律違反なんです。そうだそうだ。勝手に親はね、もう数千人だよ。提言家の努力のために仕事辞めて自主避難してんだよ。そうだよ。
それだけの思いして子供守ろうと思って、自治体も親もここまで必死に努力して、それでもふるさとあって離れられないでいて、苦しい思いでここに来て、この間何にも国がやってないって何よ。福島県民は本当に本当に何も言わない県民だったんです。今まで40年間原発を容認してきたんです。もう限界だからここに来てるんです。今まで何も言えなかった福島県民がこれほど来てるんです。この思いを渡辺さん受け止めてください。一人の人間としても受け止めてください。お願いします。期限を切れ。文部科学省としてですね、できる限りのですね、提言策をですね、検討していきたいと思います。1ミリシーベルトを目指すのが文部科学省の方針であると、あなたおっしゃる。それを通知にしてください、こう言ってます。すぐでしょう、すぐできますでしょう。誰が出さないでって言ってんの。通知というのは、例えば誰かに何々をしてくださいというようなことですから、それをその一ミシーベルトを目指すというのは、いわゆる方針表明ですね、はい、だからそれを、はいじゃねえよ、それをその今後ですね、いろいろ通知の中でですね、盛り込むということは検討課題になると思います。フォートボールとかをやって、でも野球は体育館ではできなくて、校庭も使えないし、全部今はソフトボールもできない状態です。今は安全で、楽しく外で遊べることが一番大事です。給食とかを見つけたってどうしてる？普通通りするの？牛乳は飲まないようにしてる。牛乳飲まない、はい、お水は普通に飲んでる。ポットとかを持って行ってます。ポットを持ってってる、はい、学校に、はい、安全なところで暮らしたいです。安心なところで暮らしたいです。対応して、のべり加えで今日同じような対応されたので、3人のお母さんが怒りまして、なんといっても子どもたちには、こんな原子力を許した責任が一切ないのです。大人は責任がある。子どもだけは守りたいと思いますので、なんとか皆さんのお力、お知恵をみんなで合わせながら、子どもをどうやって守るかということを考えていきたいと思います。ぜひともよろしくお願いします。福島市から来ました佐久間と申します。今日はどうもありがとうございました。私は、高校3年生と中学2年生と小学4年生の子どもがいます。なるべく少しでも比較させないように、どうしても福島市にいなくちゃいけないと思いまして、少しでも被爆させないようにしようと思ってますのに、どうして国からこういうことをされて被爆を人為的にさせられなくちゃいけないのかがよくわからないんです。なぜどうして 3.8 なのかよくわからないんです。子どもたち5年後10年後にどうしてあの時止めてくれなかったのって泣かれた時に、私たちは何て言ったらいいんでしょうか。周りの人がダメだったから、国がこう言ったから、あなたたちはがんになったのよって私は言いたくないので、自分のできることをしたいと思いまして、今日ここに参加させていただきました。今日はどちらからいらっしゃる。福島市から来ました。仲間とバス2台で貸し切って、はい、70人ぐらい今日は来ました。こういう環境にしたのは、健康に育てない環境にしたのは大人の責任ですから、子どもには何の罪もないんですから。文科省はそれを守るのが務めじゃないですか。その姿勢が見えない。こっちから言われて責められて逃げまくって、それでようやくいくらか言ったっていう、そんな姿勢は許されません。
もうちょっと前向きに希望ある対応にしていただきたい。お住まいはどちらですか？一応福島市なんですけど。お子さんも今 何歳のお子さんがいらっしゃる？うちはこれが4番目で、あと上が中学生2人と小学生1人です。4人います。一番小さい子が何歳？5歳。5歳のお子さんが4人いらっしゃるんですね、はい、やっぱりあの目に見えない分普通になってくるんです。生活がだんだん元に戻ってくるんですよね。なのでやっぱりそれをもう面倒くさいから目にもう臭いものに蓋するみたいな状況になってきてて、いざなんかこう気にしてる人が話するとちょっと神経質みたいに思われちゃうので孤立しちゃうんですけど、100ミリ浴びても大丈夫なんていうところの根拠が全く見えないまま、それをみんな 国民というかね、私たち鵜呑みにしちゃって、それでいいって思っちゃってる人もいるんです。本当にだから普通の生活に戻ってきちゃって、マスクもだんだん外し、子どもたちも普通に学校登校歩いてしてますし、私一人の力では思春期の子どもにはやっぱり、うん、友達と別れさせたりとかっていうような結果になるのはちょっとやっぱりかわいそうだし、まあ、私が言ったって言ってんですよ。言っても娘は納得しないんです。もうだから放射能の話をすることすら聞く耳を持ってくれないので、なんか私が神経質になってるって思ってるから、やっぱりなんとなくこう娘に対してなんとなくこう理解してもらえない気持ちがなんか、うん、もう一人の人間として見てる感じになってきてるから、それはしょうがないと思ってますけど、やっぱり、うん、うちの場合は一番下だけだったら少し避難とか疎開考えでも考えられるんですけど、学校始まっちゃってる以上は、で本当うちの娘受験なので出席日数がどうしてもかかってくると、ね、うちだけ休ませるわけいかないし、まあ、多分休まないと思いますけど、うちの娘、私と下の子だけ動いたとしてもうちの娘は多分動かないですから、うちみたいに家族多くて子供も多いとちょっとやっぱりなんか、うんね、下の2人だけとか動くわけいかないので、どうしていいかわからないですね。ちょっと悲しくなりました。あのこんな国に住んでるのかと思って悲しくなりました。あの岩井島の人たちとあの福島の方に行ってきたんですよ。で原発の予定地から30キロ南ぐらいのところまで行ってきたんですけど、漁師さんたちに話聞くと、もう本当に命からがら船を助けたのに、その後放射能汚染でもう漁に出れないっていう状況で、もう海水にも触れられないっていう状況で、本当に近いところの幼稚園だと窓を閉め切って、で屋内でずっと遊ばせてるっていう状況があって、なんか本当にそういう未来にならないように、本当に今僕たち一人一人が動いて変えていきたいと。子どもの未来を思ったらやっぱり原発はいらないと改めて感じました。自分たちでも地域の中でできることはもうじゃんじゃんこれからもやってきます。仲間どんどん増えてるし、今もう、さっきおっしゃったようにあの時からもうどんどん増えて、あの時100人だったかな、今、昨日郡山でも集会って400を超えて、今度また新たに会津でも仲間加わるというような、そういう状況になってますからね。とにかくやれること何でも全部やる、その通りやってきますよ、はい。あの子どもたちをね、福島の子どもを守るためにこんなにね、全国の、いやもう本当世界の人たちもね協力してくれているってことで、本当力強いですね。もう絶対に諦める必要ない、子どもたち守れる、そんな気がますますしてきました、うん。もともと情報はツイッターからなんですね。それでやっぱりあのわざわざ福島から出向いてこられる方のやっぱバックアップっていうか、まあ、何もできないんですけど、声を上げたりだとかっていうことしかできないんですけど、少しでもなんかこうその現場というかお住まいの方々たちの声が聞けたりしたらいいなと思う感じがですかね、はい。ただ今日皆さんがいらして上の人たちが来なかったっていうのは
ただのガス抜きぐらいにしか思ってないんだろうなっていう、声を上げて発散させとけよぐらいの感じにしか思ってないんだろうなっていう、本当に責任ある大人たちのやることじゃないなっていう、本当に20ミリが正しいと思うんだったら目の前に現れてそれを説明すればいいじゃないですか。それさえもできないっていうのにはやっぱりこう後ろめたいところがたくさんあるんだなっていうのを改めて感じた集まりだったなっていう。でやっぱりこの20ミリを撤回するっていうのには時間がかかると思うし、やっぱり先々のことも考えて、いろんな汚いことも考えて20ミリだっていうとんでもない数字を言い渡してると思うんですね、体制側は。それを待ってっていうことはすごくリスクの高いことだと思うから、もちろん声も上げつつ行動を起こしつつ子どもたち、福島の子どもたちの疎開を進めるっていう、もう自主的に疎開を進めるっていうことがやっぱり大事なことなんじゃないかなっていうふうにより強く感じましたね。これを知った上で、この状況を知った上で何も声を上げないっていうのはもう罪だなと思って、そこで声を上げないっていうのは20ミリだって言い渡してる人たちともう同等だなって思って、ずっと苦しかったんです自分の中で。その20ミリが発表される前から自分は脱原発だって言えないっていう、やっぱり電力会社だったり他のメーカーだったりがやっぱり絡んでる事業だから、やっぱりそこにこう異を唱えるっていうかっていうのはもう唾を吐きかけるのに等しいことだと思うんですね。やっぱりその中で声を上げるっていうのは家族を持ってる人だったりとか、やっぱり安定した地位を持ってる人たちにとってはそれはもうある意味恐怖だと思いますね。そこにこう無理強いしてお前たちどうして声を上げないんだってことは僕からは言えないっていうのはあります。でもやっぱり僕は自分の中でも我慢できなかったんですよ、それを言わないっていうのは。なんか自分を許せない気がして、何が大切なのかっていうのを自分の中で考えた時に今の自分の生活じゃないなっていう、なんかその先々のことも含めてっていうことが大事だなっていうふうに思いました。